今回のゲストは MRD 株式会社代表取締役社長の馬場俊正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、馬場さんの会社 MRT マザーズでも上場している企業で、僕らランジェスと同じ仲間なんですけど。ありがとうございます、ね、大先輩でございます。でも MRT という会社がね、何の略かがまず分かってないところから、はい、ちょっと簡単にご紹介してもらって、はい、略称はメディカルリサーチ&テクノロジーという大層な名称をつけてしまいました。今は故障で MRT とドクター間で言われておりましたので、その、まあ、呼びやすいように MRT といたしました。在宅の医療でもあるのかな、医者と患者さんのつなが新しい仕組み、はい、ポケットドクターというのを今度出されるとえらく話題になっているそうで。先生ありがとうございます。はい、まさにその在宅医療ですとか、今まではその電話だけで、よく患者様だったり、ヘルパーさん、看護師さんからドクターに、何かこう問い合わせがあるときに、どうしてもその音だけだと難しかったことを、その問題を解決しようと思いまして、ポケドクというアプリを作りました。ね、ちょっとこのポケドクについて本編ではね、しっかりお聞きしようと思いますので、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ皆さんお聞きください。